フリオルは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体、コマルカで、ルーゴに属する。ガリシア統計局によれば、2012年の人口は4137人。住民故障は、フリオルズ、エサ、ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.78%。フリオルは、ルーゴ県の西部に位置し、コマルカで、ルーゴに属する。隣接する自治体は、 北がギティリスト、ベゴンテ、南がグンティント・パラスデレー、東がオーテーロ・デレート・ルーゴ、西がアコルーニャ県のトケスト・ソブラードである。自治体中心地区はフリオール教区のフリオール地区。フリオールはルーゴ司法管轄区に属す。住民は32の教区の304の地区に居住する。自治体市長はガリシア国民党のアントーニオ・エバリスト・ムイーニャッペナ、自治体評議員は ガリシア国民党7ガリシア社会党3ガリシア民族主義ブロック1となっている。フリオルは32の教区に分けられている。フトジは自治体中新地区のある教区。ありがとうございます。